花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎です。一週間あっという間に過ぎ去りましたけどもですね、気候もだいぶ春めいてきましたけども、早速ね、今日はレギュラー陣から、レギュラーですね、はい、高橋誠さん、こんにちは。どうもこんにちは、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日もね、ね、はい、今日もね、うん、頑張って楽しくいきましょう。松下としみさんでございます。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ですね、まあこの番組はもう、まあ、8年9年目に差し掛かりますが、1年前にですね、ゲストとしてまだ、はい、30分番組だったと思ったんですけど、あ、3年前か、はい、3年も経ちましたか。そのぐらいになりますね。富磯部さんです、こんにちは。はい、アロハエビバディ、アロハ、ようこそ。ハワイの風が、もうハワイの風が吹いてるよね。今回ね、またその、ツアーということで、はい、ね、毎年になりましょうかね、ツアー。そうですね、ツアーは今毎年やらせてもらってます ね、日本で。もうね、連日のライブすごいよね、スケジュール、うん、だけど今年は結構ね、移動で1日歌わない日があったりして。あ、そうなんだ、ね。うん、去年よりはすごくゆったりしてます。まあ1982、3年ぐらいに向こうに、アトランタ1982年2年ですか、はい、ね、それから、はい、どれぐらいアトランタに？アトランタに1982年から89年までいて、うん、89年から94年までボストンにいて、そこでね、しゅんちゃんとか、トモ・フジタとか、トモ・フジタっていう方は、やっぱ同じバークリー。そうです。彼はバークリーの先生、もうすごい一番人気の先生で、日本にも。ジョン・メイヤーのあれじゃない？そうですね。ジョン・メイヤー教えてたの？の先生でしたね、トモ君もね。すごい。トモ君なんて言ったら失礼なんですけど、はい、僕より若いんで。で、だから、菊田俊介さんとか、トモ・フジタさんなんかと、うん、やっぱり、ボストンで、その時代に知り合いになりましたね。で、うん、また1994年に、ボストン、ほら、寒いとこダメだから、俺。大嫌いとかって言って、ジョージアに帰り、おうおう、で2010年にハワイ島に移り住みました。なんでハワイだったの？あ、まあ、若い頃ね、うん、アメリカに本格的に移る前にね、ホノルルでなんかいろんなことしてたんですよ。ブラブラサーフィンしたり。あ、そうなんだ。はい。でやっぱりハワイ大好きなんで、うんうんうん、顔もこんななんで、うん、まあ死ぬ前に自分の顔に一番合ったところに引っ越そうと思ってて、うんうんうん、それじゃあちょっとハワイ島にね行く、うん、オファーがあって。なるほどね、はい、いやでもハワイアンジャパニーズと思われない？もう純血の日系のハワイの人じゃなくて、うん、日系人とフィリピーノとかハワイアンが混じった現地のローカルのやつだとローカルの人にも思われてます、ね、はい、だってもう英語はね、英語の歌をずっと向こうでも歌って。そうですね、最近ハワイ語の歌もね歌い始めたりして。ハワイ語、ナダソウソウをハワイ語で歌ったりとかね。本当は、聞いた聞いた、聞きたいな、それ聞きたいですか、それ。そうそう、ね、いいね、うん、へえ、いいよ、いいですよ、やっても。いや、もうやって、いや、っていうことでね、特に磯部さん、まあ、基本的にブルース、はい、はい、そうです、ブルースシンガーっていうことになりましたけどもですね、はい、生でね今日も演奏していただくんですけども、なんかやりますか？はい、何やりましょう。じゃあ、トラブルインマインドからね、うんうん、お、いきますか。じゃあ誠さん、イントロお願いします。 G だっけ？ G です。1, 2, 3, 4。
mind. Yes, I'm blue, but I won't be. やっぱりね、ちょっとすごいわ、すごいよね。すいません。いやいやいや、いやでも結構ね、あのギタリストとかっていう方の方が多いんですよね。いわゆる純粋なそのボーカリストっていう方っていうのは、うん、結構あのゲストっていう、まああの もちろん歌はねみんな歌われるんですけども、いわゆるほら、うん、ボーカリストじゃない、はい、トミー、ね、トミーさんはね、
だからすごいなとか思うよね、なんかね。よくしゅんちゃんが言うんですけどね、うん、いや僕がバークリー1年生で入った時、トミーはもうねこういう感じで、もう全くこの通りでアメリカ人のミュージシャンつけてこんなってやってたんですよなんて言うけど、うん、それから僕はギター何も上手くなってないですよね。ギターも上手いですね。いやいやいや、あれから何のねえ、なんていうんですか、インプルーブメントもなく今日に来てますけどね、しゅんちゃんはもう素晴らしいね。そこね、ちょっと名前が出ましたけども、菊田俊介さんのね本がね、今日届きました。あ、はいはい、世界のブルース横丁というね、これはね、うん、本日発売ですね。ということで、今日発売、これはあれですね、先ほどギターマガジンから送ってきましたけどもですね、リッドミュージックから、リッドミュージック、そうですね、発売、はい、本日発売。これはね、この中をいろいろ写真とかあるんですけども、菊田俊介さんのですね、今まで歩いてきたそのシカゴだったりいろんな、街、ニューヨークもそうですしね、いろいろ街の写真もあるし、例えばここはですね、これ誰と一緒、オーティス・ラッシュ、うん、ね、まあ、いろんな人と ね、こうやって写真撮ったり向こうで、活動してきたことをね、写真とともにですね、このいろんなブルース横丁というかね、これガイドブックとかに出てない感じのねものなので、うん、これはやっぱ一つの菊田俊介さんのね、歩いた道のりというかね、それも分かると思いますけどもですね、これいろんなお店も出てますしですね、これは素晴らしいですね。ぜひね、皆様お求めいただきたいと思います。菊田俊介、世界のブルース横丁ということでね、トミーさんにもよろしくっていうことでね、僕にもね、うん、連絡があってね、トミー、ちょっとハワイ島のさ、うん、ブルースなんかライブハウスの現状とかどうってゼロやっぱブルースやってるバンドは僕のバンドとね、もう一人ね、うん、ラリー・ドゥピオって言ってね、うん、すごいのがいて、あとマウイに行ったらウィリー・ケイっていうも怪物がいて、マウイのウィリー・ケイはいつもドゥビー・ブラザーズのパッド・シモンズとか、うん、あとマウイにミック・フリートウッドが店持ってるんですよ、うん、レストラン&ライブハウスを。そうなんだ。そうだからね、パッド・シモンズとかね、フリートウッド・マックのミック・フリートウッドとか、うん、ウィリー・ケイとかマウイにいるんで、うん、でもそのブルースバーっていうのはないんですよね。だ僕がバンドが出るお店は、僕が出るときはブルースやってくださいっていう感じなんだけど、うーん、だしゅんちゃんからどうブルースのライブハウスとかってどんな感じって言ったけど、いやライブハウス、ブルースだけのライブハウスってのはねえんだよななんて言ったんですけど、ホノルルに行ったらね結構それっぽいのはありますけどね。そうかそうか、あれなの、ほとんど毎日そういうお店でいろんなところがやるところがあるっていうこと。でも僕はね週に 6.5 日歌ってます本当っていうのは月に各週2日しか休みないんですよ本当すごい、ね、だからいつも13連チャンが基本なんですよね。うん、1日何回ぐらいあるの。1日最低3時間、3時間から4時間。本当すごいね。まあ10分かね、15分の休みが、3時間やるときは2回休みもらって、4時間やるときは3回休みもらうんで、実質歌ってるのは、最低2時間半から3時間15分。そうなんだ。はい。それはすごいね。毎日歌ってられていいね。ねえ。だから日本のね、ツアーは結構短いんですよね。うん。そう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 。もう60分一発だけの、対番がある時なんか ね。60分一発とか。うん、で、それあと50分二つとか。あ、そうだね。うん。それ楽勝？僕なんか50分4回ですよ、一人だけで。昔はね、ディスコにさ、バンド入ってたじゃん。俺、赤坂でポテトクラブやってた時、1日7セットですよ。そう、そういうのあったよね。日本人のソウルバンドと、フィリピンバンドと、うん、交代で、40分のステージで、7回1日。はいはい、いや、昔はね、そういうのあったのよ。そう。1日だって70曲ぐらい歌ってたもんね。だって朝、夜7時から朝4時までとかですもんね。うん、そう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 。なんかそんな感じ。
懐かしい話になるよね。赤坂ポテトクラブっていうところで歌ったから。懐かしい。あと新六本木の無限とかあった頃じゃない。そう、六本木の最後の20セントね。あ、そうなんだ。あんなところでね、やってましたね。アメリカ行く直前まで。本当。でも今はどんな感じですかね、ハワイで。僕はね、あの、ハワイ島にいるときはね、バンドのライブっていうのはもう週1回ぐらいで、うん、あとは全部ソロです。だから、あの、ルーパー使って、ルーピングはしないんだけど、あの、ドラムトラック先頭、テンポを選定して、それにベースライン自分で弾いたのをもう入れちゃって、フットペダルで、オンオフできるようにしといて99曲プログラムして、だからもうハワイ語のハワイアンからスペイン語のベサメムーチョから、イーグルスからドゥービーブザーダスから、さっき孫さんとちょっと遊んだけどドビーグレイの、あのドリフターウェイからザ・バンドからエルビスから最近、サニーサイドオブザストリートとかね。おグラブユーコー。ね、あの、オールオブミーなんかも歌っちゃったりして。あ、そうなんだ。もう、そうなんですよ。でもさ、自由じゃん。じゃあ、あれは、あ、日本語の歌は歌うの？日本語はね、うん、2曲だけ、ナダソーソーをハワイ語でずっと歌ってて、でみんな俺ハワイアンローカルの人間だと思ってるでしょ、日本人の観光客バーって来た時最後の一番だけ日本語で歌ったらみんなおーおーとか、驚かすために喜ぶ。ただ、あの、時々日本語混ぜたりね。あと、すき焼き。ね、あれはもうアメリカで大ヒットしたから、やっぱり60歳以上ぐらいの人はみんな大好きですから。そうだね。最初。海外にね、いらっしゃるその年配の方とか、あの、むしろ日本語の歌を歌ってほしいっていう方もね。だけど、すき焼きはもうアメリカ人が喜びますから、日本語で歌うと。なるほどね。うん、ああ、日本語で歌うんだ。すごい、すごい影響力ですよね、あの坂本九さんのね。確かにね。ね、あの、この間、ちょっとあの、老人介護施設にね、3人で行ってきたんだけど、見ましたよ。はいはい。あの、その時ちょっと替え歌なんだけど、真子さんがね、あの、上を向いて歩こう。で、こう、歌ったんだけど、前、でもね、お年寄りたちはね、なんかすごく喜んでいただいてね、もう湧いたよね、あの歌でね、すごく素晴らしい感じでね。まあ、その時は松下さんがね、美空ひばりさんとかも、あの、まあ、歌ったりもするんですけど、ね。前座でね。いや、なんか、まあ、あの、楽しかったけども、やっぱそういう、日本の昔の歌っていい曲ありますよね。上を向いて歩こうはもう、あの、コードは、本当ブリリアントですよね。あの、コードプログレッションね。ちょっと、シンプルなんだけど、ちょっとだけね。そうだね。ね、こう、バッガーン。とかね。あの辺はすごい。美味しいとこ全部さらってますよね。なるほどね。ということでね、今日はトミー磯部さんですけども、この後のね、あの、まあ、ちょっと先歌うなんか、もう一曲。もう一曲歌っちゃいます。まあ、あの、あれ、ファックス見てみましょうか。松下さんの方から。ファックスね。どうしたっけじゃないでしょ。来てますよ、はい、来てますよ、来てますか、はいはい、加納さん、誠さん、としみさん、山田ディレクター、こんにちは。はい、こんにちは。そして、トミさん、お帰りなさい。ありがとうございます。大変残念ながらオイラは、去年は体調の問題があり、そして今年は北九州は翌日に個人的な大きなイベントがの仕事があって伺えなかったのが、ミキさんですね。ミキさんですね。はい、ミキさん、未体験で本当に申し訳ないです。次回こそ必ずって思ってます。トミさんのジャンルにこだわらず素晴らしいパフォーマンスをされているのを本当に経験したいです、今日はトミさんの素晴らしい張った声と、カナさんのいつも通りの声とでものすごい迫力いつも通りの声ってなんやお前言うてみんみたいな音楽だましオラブって言うんだよね。オラブ。いや、しかし、トミーはすごいよね。張った声ね。張った声も。張った声。はい。はい、はい。ね、久しぶりの、そして誠さんやとしみさんも一緒に、たっぷり1時間の放送を楽しんでくださいね。はい。さて、この間月曜日に、カナオさんもご存知の山善&鬼平バンドのライブに行ってきました。石井圭介さんも最高でした。この番組にもね、来てくれました、あの、石井圭介くんね。はい。あの、なるほど。はい。カナオさんもそうでしょうけど、山部さんも、はい。みんなから愛されているのは、ああいうライブで、はい、ご自身の絵画の個展で歌うことも、
常に全力で取り組んでいらっしゃるからなんですね。あ、山善っていうね、山善さん、僕古い友達が博多にいるんですけども、うん、彼の絵がね素晴らしいのよ。まあ歌もものすごく、ね、いいんだけど、画家さん、うん、画家。それでね、もうすごいちょっとアカデミックな絵を描くんですよ。うん、まあレコードジャケットも自分で描いてるんだけど、うん。映画にもなった方でしょ。もちろんもちろん、ちょっとね、映画、ドキュメンタリー映画みたいな感じ、うん、まあ映画になったんですけど、絵もすごいよね。素晴らしいね。うん、はいはい、山瀬さんからさ、昨日ぐらい僕一緒にやった稲葉さんと。うんうん、小川ちゃん、山瀬さんよく知ってるから、なんかメール、面白いことメール来てましたよ、なんか。本当に、本当、リクエスト、トミーさん、はい、ロングトレインランニングだけど何でも OK カナオさんチコブルースだけど何でも OK、はいはい、PS カナオさん、そろそろ帰って金シャレン、金シャレンですか、金シャレンですか、はいはい、最近いろんな方がカナオさん帰ってこんとって、うん、なぜかオイラに質問してきて困ってます、うんうんうん、でもその時は本当に誠さんとしみさんと3人が嬉しいな、ね、みんなで行きたいよ ね、 んでくださいよ ね、 ね、行きたいですよね、どう呼んでいただければいい、ね、どちらでもいい、そうそう、投げ銭でも何でもします、どこでもいいですよ、ね、先週ね、うん、九州にいたばっかなんですよ、うん、あ、そうだよね、そう、北九州と佐賀で、あ、佐賀、初佐賀、佐賀、あ、佐賀ね、佐賀渋いね、佐賀ね、佐賀牛って言ってきましたよ、あと写真で見た、佐賀の有名なちゃんぽん、あのキクラゲと生卵が乗ってる、そうなんだ、ちゃんぽんって言ったいや、本当にちゃんぽんだ、美味しいもんばっかりね食べてみたい ね、 ね、10日で5キロ太りましたすごいね、そういうことですよね、1日 500グラム、すごいね、蓄積されてんだ ね、 ね、何日あるの、ね、ツアーは、あと何日間、あとね、うん、今日だけお休みで、明日また横浜でジャムセッションやりますんで、ミュージシャンの方もしよかったら来てください、明日、明日どこですか、横浜のね、うん、すいません、容量が悪くて、いやいやいや、ズンズクズン、ズン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 、横浜、うん、はい、ハウリングキャッスルというところ、それはあのあれ、その一般の人も、僕と、明日だけは僕とおがんちゃんが基本になって、うん、ジャムセッションということなんで、あ、そうなんだ、うん、あのアドミッション入場料も1000円でなんで、あ、本当、うん、ミュージシャンの方もし、あの、ドラマーが一人か二人しかいないし、うん、あと、ね、ブルースハープとか、うんうんうん、キーボードの方とかも来てくれたらすごく嬉しいですね。うんうん、歌の人とか。なるほどね。うん、そうかそうか。その今ツアーしてるメンバー、ちょっとご紹介してください。はい、今ツアーしてるメンバーはね、うんうん、基本的に僕の今回のツアータイトルは、死の交渉犬ブルースマン、うん、という強烈なタイトルで。強烈な犬ブルースマンね。で、あのバンド名は一応トミイソブルースドッグス、トミイソブルースドッグス、そう、ブルースドッグスは基本的に僕と小笠原義弘さんね、おがんちゃん、おがんさん、はい、もうスーパーベースプレイヤーですけどね、おがんちゃん、あとはロジャー高橋、うん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 、この3人がのトリオがトミイソブルースドッグスなんですけど、昨日ちょっとロジャーが都合つかなかったんで、昨日あの稲葉正弘さんとか、はいはい、あとはあの小野秀夫さんドラム叩いてます、はい、小野秀夫さん、うん、でね、先週は九州ではしゅんちゃんと一緒にやったり、うん、広島も、ね、うん、で曽田治さんもピアノ弾いたりして、うん、でこれからは基本的に、うん、トミーソブルースドッグスです、うん、なるほどね、はい、どこら辺にこの後、うん、明日が横浜のジャムセッション、あさってが渋谷テラプレイン、うんうんうん、その次が、誠さんと僕と初めて出会った平塚元レイン、今、うん、サッドカフェっていう名前になって、そうなったんだ、そうなんだ、で平塚市とリトアニア国が、うん、の、あの港がね、姉妹、あのシスターポートの、うん、あのリレーションシップになって、姉妹都市ね、僕の友達の玉木健次郎くんが、うん、リトアニアの経済親善大使なんですね、うん、だからね、平塚はね、リトアニア大使とか、うん、その辺のちょっと平塚 市長さんとか、そうそう、その辺も来てくれるような話はしてますね、本当、うん、だからあの平塚とリトアニアの親善のためにちょっと頑張ってきます。なるほどね。でそれが終わって移動で1日休みがあって、今度福山酒蔵、ここもね、もう
王様のビフ丼っていうのがなんかテレビで何回もあのレポートされて列できてるんですよ。本当、オーナーもすごい面白いね、村山浩二さんっていうね、素晴らしいキャラクターのオーナーがやってて、そこでやって、はいはい、で福山の次が名古屋コザ。コザ。コザっていうライブハウス。ね、はいはい、で、その次が僕の故郷の静岡県清水。うん、ああ、そこは清水ね、うん。で、その次の日、もう、すっ飛んで金沢ジェラスガイ。で、その次の日が富山の、よく覚えてるね。ログセッション。はははは。で、また移動で1日休んで、次が大阪ミュージックバー空。うん、ソラズ、うん、それで次が神戸スタジオキキ、うん、おキキキキ、それで6日がなんかね、僕一人でなんか僕の知り合いがなんか考えてくれてるみたいで、うん、まあそんな感じです。いやー、ね、すごいね。あと7キロは太るね。あ、そうですね。食べ歩きツアーだね。食べ歩きツアーだね。うまいんすよね。でも、やっぱ日本の方が食べ物は美味しい。違う、毎朝サーフィンしてるでしょ、向こうは。はい、パドルボードで、うん。運動してないから、日本にいると。もうホテルとライブハウスとの、ただあれでね。その辺にセブンイレブンあるし、うん、なるほどね。危険ですよ、危険地帯ですよ。危険地帯。ということでね、トミー磯部さん、あの素晴らしい、はい、ライブスケジュール、うん、よく覚えてたくさん、ね、うん、ありますけどもですね、ぜひ皆様ね、どこかでね、うん、あのお越しいただきたいと思います。はい、来てください。あのね、やっぱトミー磯部さんの歌っていうのはね、もうすごいなんていうかな、こう響きがね。あるからね、聞いてて気持ちがいいよね、うん、無理がないしね、だってこのこの体で出る体が ね、 すごいね、すごい、座ってるとでかいでしょ、立つとちっちゃいけどいやなんかね、でもすごいよね、背が低い分あの声でっかくお袋が産んでくれたんで、ということで、孫さんとじゃあなんかまた一緒にやりますか、はい、ちょっとアップテンポでじゃあ、うん、あのね、スタンダードになるんですかね、これ。何何ブルースなんですかね。ルート66でも。あ、まあ、スタンダードでしょうね。ね、ナッキンコールとかもね、歌ってますからね。じゃあ、はい、行きますか。やります。Take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. The wide from Chicago to LA. It's more than 2,000 miles away. Oklahoma City looking mighty pretty. You see, I'm on the road. Get up to Mexico, back to Arizona. Don't forget Winona. King of my pastos and Brodino. Won't you get here for this timely trip? When you take that California tree.
said, look at my degree. You see, I'm a real low. I get up New Mexico, like the Arizona. Don't forget why don't I keep my Basto San Bernardino. Won't you get hip to this timely tree? When you take that California tree, get your kicks on Route 66. Two, five, one more time. Get your kicks on Route 66. One more time now. Get your kicks on Route 66. ね、素晴らしい感じでですね、トミー磯部さんですけどもですね、ハワイとか僕も好きなんだけど、うん、あれ そんな今住んでるハワイ島でしたっけ。そうです、ハワイ島だと、まあ、すごく静かな感じですよね。そうですね、もうほん僕のいるところは本当ね、感謝しなきゃいけないのはやっぱり高級リゾートのあるところに住んでるんで、うんうんうん、歌だけ歌って飯食っていけるんですね、子供育てて。だからもうお仕事は結構ねたくさんあって、うんうん、あとやっぱお金持ちのアメリカ人とかカナダ人とかが来るとこなんで、うんうん、チップがねすごいですね。ティップね、テープ、いやテープ、テープ、チップって言うとポテトチップ出てきますからね。チップがねやっぱ、うん、ギャラの最低ギャラの半分ぐらいチップできますんで。いや俺 ね投げ銭だよね、うん、そうですね、投げ銭でね俺やっぱりそうだったことあったよ。そう、こうチップ用のこう ちょっとね、うん、こじゃれたこう宝物を入れるような箱みたいの買ってきて、うんうん、そこに自分の CD こう並べてこう、うん、開けとくとね入るよやっぱ。もう3時間歌い終わってパッて見るとティップだけで1万5千円ぐらい入ってたりとかね。本当、まあ、すごいね、なるほど、ね、景気いい人はもう気に入った曲1曲だけやっただけでもう20ドルぐらいボーンとくれますからね、うん、なるほどね、小さな話ですけどね。いやいや、あのねそれはねすごくねすごくいいんだよね、大切、それ大切なことだよね、うんうん、やっぱでもミュージシャンって僕この番組始めたのはね、やっぱそういう人たちが今ね、そう、長いことね、トミーさんもずっと長くやられててね、歌ってもう40年近いでしょ、はい、だからそういう人たちがの今っていうかね、そういう人たちまだこうその好きで夢をね、うん、捨てないでねやってるっていうその姿をね、やっぱりご紹介したいわけですよね。で僕なんかもう本当に幸せだと思うのは、うん、毎朝起きてパドルボードでサーフィンして、うん、だいたい11時ぐらいまでやってでそれ終わってランチ食いながらビール飲んで家、うん、帰って昼寝してんで、夕方から歌歌ってるだけでね、すごいね、まあまあ食わせてもらえてるんで、うん、いつか罰が当たんじゃないかなとか。いや罰が当たんない、罰が当たんないかもしれない。まあ私生活はどうか分かんないけどね、そっちそっち、いやいやいや映画じゃなくてね、劇に出るんですね。え、そうなんだ、うん、ちょっと大きなイベントがあって、なんか日本人 あのオーディエンスもたくさんいるちょっとイベントなんで、うんうん、最初はね、うん、日本語を喋れる、うん、ハワイアンの俳優を探してたんだけど、やっぱり、うんうん、日本語でやっぱりセリフ喋れるハワイアンの人とかってすごく限られてて、うんうん、そうよね。そしたらプロダクションの人に、僕の知り合いのハワイのラジオ局の DJ がね、うん、トミーだったら日本人だけどあれなんかハワイアンみたいな顔してるから、うん、トミーに聞いてみって言って僕のとこにお話が来てですね、うんうん、日本語で、うん、ハワイの神話をね、説明するクプナの、クプナっていうか長老っていうか年配者の役でちょっとなんかやる話がちょっと来てね、まあ、自分お芝居なんだ。 そうですね、なるほど ね、歌だけじゃなくてまた違ったところにね、うんうん、ちょっとでも
あ、いいじゃないですか、ね、僕もねちょっとまだ公開されてないけど、うん、出ましたけどもういい感じの、そうそう、血だらけですぐ死んじゃうんでセリフがないからね、ほとんどうーとかね、もうヤクザ3人組の1人だから、うん、すぐタクシーの中でね殺されてしまう役お芝居っていつやるの？お芝居の多分ね6月ぐらいだと思います、うん、なるほど ね、 ね、素晴らしいんじゃないですか、みんなで、ね、見に行こう、ハワイ行きたいな、ハワイ行こう、ハワイ島だからね、俺親戚、そうだよね、いとこがいるよね、孫そんないとこともう同僚だったんだよ、え、ま、誰のいとこ、俺のロイス、ロイスとかバーバラとか、ね、とバーバラあ、そうなんだ、なんか仕事の同僚、昔ヒルトンにも勤めてたじゃないですか、うん、もうその時の仕事職場仲間ですよ、孫さんのいとこのバーバラさんとロイスさん、そうなの、そう、へえ、いや俺もねそれは知り合いはいるのよ、うん、ちょっとケリー・ヒロユキ・タガワっていうね、うん、ハリウッドの、うん、役者さんなんだけどもね、ちょっと前に知り合って、いろんな映画出たんだよ、ハリウッド映画は、ラストエンペラーとかもそうだし、猿の惑星もそうだし、もうなすごい出て、あの最後につり上がったあの筋肉の、そう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 、今ハワイにいるのよ、でもね、みんなね、ハワイ島じゃないんですよ。あ、みんな、お、ハワイ、トミー、今度ハワイ行くからさ、とか言っても。トミーのハワイ島だからね。みんな行く、90% はホノルルのあるオアフに行っちゃいますからね。まあ、そうかもね。ハワイ島だけ、ハワイ島っていうハワイの島なんで、うん、もうすごくこう、コンフューズングなんですけど。うん、ビッグアイランド。そう、ビッグアイランドに僕いるから、うん、オアフに来て、うん、ハワイ来たぞったって、うん、それこそね、うん、東京から飛行機で北海道飛んでこいっていうようなもんなんで。うん、なるほどね。ハワイ島に来てくんないと僕いませんから。うん、だからハワイ島ってなんかフェイスブックとかで見るけどすごい綺麗だね。火山がまたね。あ、すごいですよね。火山が溶岩がドロドロ今流れてて。本当。流れ出してるの。でも、うん、マウナケアの頂上雪降ってたらスキーとかできますしね。なるほどね。素晴らしいですね。ぜひ、ね、カナオさんも、ね、孫さんもいとこさんに会いに来ればいいですね。カナオさんととしみさんも。うんねえ、ぜひ、ね、これで行く音楽魂で。魂で行こう。それでハワイ。これハワイ版。エアラインの宣伝になっちゃうんだけど、直行便が12月から飛んだ。いいそれで帰ってきたんですよ。で今まで全部ホノルル乗り換えしなきゃなんないでしょ、うん、もう今、羽田が乗って、一杯飲んで、いい気持ちになって昼寝て、目が覚めたらもうコナ空港ですよ。本当で、国際線それ一本だから、通関ももう、シュッ本当シュッなんだ。シュッ。え、それ何 ?JAL じゃなくてハワイアン。ハワイアン。週3便。はい。そうなんだ。へぇ それは、それで行こう。いいね。音楽楽しい。夜11時発だから、こっち。お仕事してる人でも、仕事終わって羽田に行けば、それの。11時とかあるの？そう。それで着くのがハワイ島が、朝10時か11時ですから。うん、最高です。最高だね。本当。なるほどね。行きますかね。200万でも大丈夫、ね。200万、6月。ハワイに行く前にね、ちょっと、今日から僕ら、福島行きます。ねえ、それ、福島もね。ここへ持っていくのがすごいでしょ。積み立て貯金してくださいよ、500円玉で。そうだね。ハワイには、ぜひね。福島経由で。福島経由で。で、今日からね、ちょっと、早乗り。ね、まこさんは今日ライブ、早乗り。夜ライブなんで、明日行きます。そうですね。今日、どこでしたっけ？今日は学芸大学の。学芸大学ね。メイプルハウス。メイプルハウス。で、今日ライブあったので、僕と、松井さんは今日ね、行きます。前乗り。前乗りでちょっとね、楽しんじゃう。盛り上がって。温泉。温泉行くの？温泉。一日早く入って。いや、まあ、打ち合わせがちょっとあるんで。嘘ばっかり言うなよ、さんとか何打ち合わせです。僕もね、今日はお休みなんですけど、昨日やったサムズアップにね、またこれすごいね、日本のジミー・ヘンドリックス、シゲル・ヘンドリックスさんのライブがあって、ね、それで、なにわエクスプレスの清水光さんベース。はいはいはい。で、ドラムロジャー高橋で、はい、うん、それに僕も一曲リトルウィング歌いますし、うん、そうなんだ。で、その対バンがなんと、うん、
ベースは僕の一緒に回ってるおがんちゃん、はいはい、でドラムはそのままロジャーかな、うん、それなんと原田健太さん、ああ原田健太さん、うん、が来るみたいなんで、2日連続ちょっとサムズアップで盛り上がろうかな、ね、横浜サムズアップ、あそこそこ、じゃあいつまで泊まってんの、今日明日だから、あと2晩横浜にいます僕、あそういうことなんだ、で今日はもう友達とね、うん、さっきも言いましたっけ、うんうん、中華街でもう久々何年ぶりかの中華街本当、うん、俺も横浜住んでてね、向こうにいたらねもういろんなとこ行きたかったんだけど、ね、今度ゆっくりまたね、はい、あの今回だからどっかまた近場っていうか東京とかあったら顔出す、あまだあるよね、どっかいつか空いてたら渋谷ですね、渋谷26日、ああでも26日いないもんね、26はいないね、だって俺27までやるから、でまあとりあえず今日明日は、須賀川のぷかぷか10周年記念ということで、はい、高橋誠、松下利美、加納芳郎で行きますね、行きますよ、で次の日が、郡山の、はい、C&I ごめんなさい、またマジC&I ホテルね、はい、郡山、はい、C&I ホテルですね、アッキーと一緒だね、アッキーお誕生日おめでとう、アッキーお誕生日ね、今日お誕生日だ、うん、お誕生日おめでとうございます、アッキー誰のことか分かんない秋山くんね、でね、すごいバンドで ね、あのイコちゃんとかね、今回も作ってくれました、この音楽魂のねフラグ、ハトリイコちゃん作ってくれました、しんちゃんもね一緒にやりますけどもですね、それから1日残って27日は、郡山、うん、の屋台みたいなとこ、屋台村かな、うん、投げ銭とかで、うん、投げ銭でやってきます、ね、でちょこちょこっと行ってね、もうすぐ帰ってきますけどもですね、うん、そんなねで、まあゆっくり、何、ということで、富磯部さん、はい、今歌ったっけ、俺なんか歌う、カナオさんの、俺はもういいよ今日はもう。さっきもう朝からめちゃでかい声出てたじゃないですか。いやあれはやんないの？あシングル。シングル。あそれやろうよ。うん、それやろう。それやるんですか？あトミーオリジナル。はい、いいなこれ。これなんていう曲？これねまだ僕の CD には入ってないんですけど、うん、僕もシングルファーザーでね、うん、子育てに奮闘している一親父なんで、シングルダディーズブルースというのね、もうみんなにそのままやんけって言われてるんですけど、涙なくしては聞けない、涙その通り涙through the day.
the morning, fix them breakfast and pack a lunch. I work all day till my back ain't got no more. I'm a single daddy, people. It gives me a joy and make everything alright. Make everything alright. Yeah. 最高だね。そのまんまでございます。いやでもさ、俺はなんかすごいよくわかるんだけど、ね、結構似てるよね。ね、うちの娘もう16でね、今車の運転免許とか本当取っちゃってるんですよ。まだ16歳。今代わりあのロサンゼルスになんか大学視察の。あの旅かなんかにね、へえ、行ってるんですけどね。僕もね、娘いますけど、ね、美人の綺麗な可愛い、いやいろいろね、いいね今のね、シングルダディーズブルース、ね、歌ったの歌ったって嬉しそうな顔してますよ。だこれちょっと、最後にね、ミキさんのリクエスト、はい、リクエストお答えしましょうか、はい、チクホブルースやる、やろう、チクホブルース。僕はね、カタカナのブルースあれね、いきますか、はい。Oh,
はい、ということで、博多のミキさんのリクエストにお答えしました、筑豊ブルースでしたけどもですね、今日はトミー磯部さん、ね、素敵な歌声とお話、ね、素晴らしい、ありがとうございました。どうもということで、ね、はい、ありがとうございました。ツアーね、今からね、続きますけども、ね、頑張ってください、はい、体に気をつけてね。体はね、もう、うん、もう薄着ですから、20年ぐらい風邪ひいたことないんで。素晴らしい、素晴らしい、ね、俺とね、摂氏15度以上だったらタンクトップで OK ですからこれおかしいよね。これは7度でも負けすぎない。ということでね、ラゾクブラザーズ、ラゾクブラザーズ、はいはい、これね、清水佳代子さんね、ありがとうございました。清水佳代子さん、はい、読みます。加納さん、誠さん、としみさん、ゲストのトミー磯部さん、はい、皆さん、こんにちは、はい、卒業シーズンですね、うん、出会い別れいろいろありますけれども、うん、ちなみに4月19日フライデーは行きます、必ず。4月19日、あ、そう、はい、フライデーのライブは必ずお邪魔させていただきます。待ってますね、橋さんのバンドの、ね、チェキやってます。待ってます、よろしく、ありがとうございました。本当にね、元気になられてね、事故に遭われてて、大怪我ですね、大変だったんだけどもね、こうやってラジオを聞いていただいてね、元気に、ね、はい、元気な、メールが来るとですね、嬉しいですよ ね、 ということで、本日のゲスト、トミー磯部さんでした。はい、北俊介さんのこの世界のブルース横丁、よろしくお願いいたします。高島子さん、ありがとうございました。松下と清水さん、ありがとうございました。また来週、来週のゲスト、来週、桑田靖子さんです。アイドル、いや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 、僕ね、同郷なんですよね、ついに能型の、同郷、同郷ね、同郷じゃなくて、同郷、同郷とか言って怒られちゃう同郷ですね、同郷ですね、楽しみ、皆様お楽しみいただきたいと思います、はい、また来週お会いいたしましょう。 See you next time。懐かしき友がいる、忘れかけてた思いが体に染み渡る、熱き心が好きさ。